今回紹介するのは「エンターテインメント」という薬「光を失う少年にゲームクリエイターが届けたもの」という本です病のため3週間後に視力を失う少年は残された時間であのゲームの続きが遊びたいといった2006年クリスマス ゲーム業界の片隅で起きた小さな奇跡の物語3ヶ月後もしあなたの目が見えなくなるとしたらあなたは何を願いますかエンタメってなんだろう絶対に必要なものではないのだけどないと生活に針がなくなってしまうこれは。 そんな縁ために必要な見る力をもう少しで失う少年に向き合う、一人の大人の物語、その瞬間を駆け抜けて、10年経って、あの時のことを本にすることになって、初めて明らかになる、当時の意外な真相、かつての少年の願いの裏にあったもの、当時は知らなかったある大人の決断、そして、 10年、年たっっ今、少年はどうなっているのか、文章としてはとても読みやすい。でも心のいろんなところに突き刺さるそんな一冊安易なお涙ちょうだいものではないとある願いを持った少年とそれに答えようとした大人の物語エンタメって本当に必要だったんだと思わされた。以上、興味のある方は、 実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。